っとき大阪さん VS 小西さん忍者適正試験対決。今回の試験は感情操作試験兵糧丸食レポ対決となっております。どういうこと？情操作。忍者は様々な場面で感情を操作しなければなりません、ということで大阪さん小西さんにはこちら忍者の保存食兵糧丸をちょっとまず食レポしていただきます、それに加えてですね、私が例えばキーとか、ドーとかこういうのは出すので、その感情通りに食レポをしていただけたらなと思います。食レポ苦手だな。見てください、この2人の乗り気のない感じ。普通の食レポでも難しいのに。あ、でも多分食べたことない人が多いと思うので、これしたいね、ちょっと楽しみですね、どんな味がするのかとかね、実直に伝えていただけたらなと、では感情操作試験用意スタート。はい、どうですか持った感じ。あ、でも結構重みがありますね。重みがある。重みあって、香りがすごいごまの香りがします、いや、むちゃくちゃ甘そうですよね、これ本当にね。ちょっと口運びたいと思いますね。喜んじゃってますね。めちゃくちゃ嬉しい、こんなものくれるので。あい、食べづらい。いや、でもね、本当にね、クッキーみたいな食感ですね。足らねえんだよ、もっと持ってこいよ、これ。あれ、もっとあれ、いっぱいあるよ。あい、口の中がもういっぱいすぎて、喜怒哀楽も表現できなくなってきてるね。何が言ったということで、あ、美味しい、めっちゃうまい、全然思ったと違う。あれ見せて、あれ、あの筒のやつ、これ物を見せて。あ、すごい巻物みたいになってます、皆さん、これね、高校小西さん、感情操作試験用意スタート。どうも皆さんこんにちは、小西和也です。紹介から今日はですね、ここは三重県ですかね。三重県のですね、東の方に来ます。なんと今日はですね、交番屋さんというところでね、交番屋さんっていうところに行けってスタッフに言われたんだよ。ここに行ってはなんか兵糧丸っていうのを食えって言われてね、なんか物だけ落とされたんですけど、中身が入ってないんですわ。はい、もう本当にだからね、イケイケやれやれ言われて、何でもかんでも私はスタッフの言いなりです。だから今日はね、交番屋さんに行ってですね、兵糧丸の方ですね、食レポしたいと思います。あー、ここが交番屋さんですか。あー、終了終了しちゃった。まだ見てない。俺だってもう三重県に来てさ。先輩、何してんねん。そういうとこだって、そういうとこからでしょ、だって。街並みから始まってさ。いやいやいや、もう食う直前でいいでしょ。旅番組じゃないから。なんで俺がこれを借りたと思ってんねん。ここのお前、所在地と製造者を確認するためやろ。渡すべきじゃない。せっかくなんで食べてみる。これぐらいはね、黒ごま、いい匂いがする。こうね、おやつと思い、ほんとだ、クッキーみたい、美味しい、甘いかなと思ったんですよ、なんか蜂蜜とかって書いてあったから。そんなに甘くない、さっぱりしてる、どっちかっていうと。わかりやすい、ここの部分は判定に入るんですか。わー、難しいな、難しいか、食レポしてないやで、この人。ということで、ちょっと皆さんにも伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、結果の方発表します。はい、うまく感情をコントロールし食レポをしていたのは大阪さんです。でしょうね。感情は一番うまいこと表現できてましたけど、食べてない。まあ、食べないとくれないだろ。ということで、今回の忍者適正試験はこちらでした。試験はまだまだ続きます。次回でなんとラストとなりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた来週です。バイバーイ。じゃあいただきます。これでも食べて元気だぞ。どうしよう、これマジで。なんでこんな味もくれんだろう。どマジで美味しい。何味ですか。ルナモン。